さあ審判団フィードに戻りまして、これより後半戦再開の時を告げようとしております。前半戦を終えました段階で山口大学がワンタッチダウンワンフィールドゴールを奪っての10点リードという状況になっておりますが、必ずしもセーフティーリードとは言えません。高知大学も第2クォーター終盤から互角の戦いを演じております。さあこのハーフタイムで突破口を見出したのは果たしてどちらのチームとなるでしょう。まもなく後半戦再開となります。先ほどご紹介ありました X2 リーグ、X リーグで作成されました動画は X リーグ、そしてアメリカンフットボールをご紹介する動画でもありますが、同時にアメリカンフットボールの今後の未来を暗示させる素晴らしい PR にもなっております。これらの配信活動は先ほどの動画にもありました X2、X3 のウエストのチームが合同で企画しております配信企画がありまして、こちらの方がありまして実現しております。多くの企業様そして個人様のご寄付ありましてこの配信は成り立っております。私がこちらの方で撮影できるのもこれらの支援があってのことです。皆様これからもアメリカンフットボールに活動を邁進する X リーグにご注目ください。さあこれより後半戦再開となります。後半戦は山口大学のキックオフで試合再開となります。山口大学キックオフをしますのはキックオフキッカー11番の木山です。さあこちらリターンに入った、まだ続いている、さあ抜ける前がいた、振り切るか、ブロッカーいる、ナイスダウン。ここでリターナー3番見せました。取りましたボールを右密集点サイドライン突き切るように右側を独走、ディフェンスはいました。しかしそれを見事なステップワークで振り切りまして一気に相手陣8ヤードからの攻撃権を得ます。見事なリターンを決めましたのは高知大学3番の成田です。洛北高校出身の1回生。さあ大きなチャンスを自ら掴んだ高知大、相手陣8ヤードからのファーストダウン2ゴさあクォーターバックいった、まずはオプションプレーをチョイス、クォーターバック自らキープを展開、クォーターバック18番、ここは見事な判断で約3ヤードのゲインとしています。高知大クォーターバック18番は井上、高知大セカンドダウンに変わります。高知大学セカンドダウン2ゴール、残り5ヤード、クォーターバックが右ロールアウトからパスを投じんと走り出しました。しかしその一瞬のタイミングを見計らいました44番がモーチャ、見事にロスタックルに変えております。ダウン変わりましてサーダウンに変わります。ここで素晴らしいディフェンス披露したは山口大学、本日大活躍44番の山本です。山口高校出身2回生。さあ高知大サーダウン2ゴール、残り距離18ヤードに変わっております。パス不成功、ここでタッチダウンで出ました。オックリンデシーは走り込ませエンドゾーンにパスを投じましたが、しかしこれはディフェンスの勝利、パス不成功でフォースダウンに変わります。高知大学フォースダウン2ゴール、残り18ヤード、フィールドゴールトライ、キックによる3点狙います。さあこのキックどうか、キック成功、3点獲得です。見事このフィールドゴール高知大学ものにしまして3点獲得となりました。高知大学先ほどキックオフリターン開始早々素晴らしいリターンを成田が見せまして相手陣深く攻めりましたが、しかしタッチダウンはならずが、しかしフィードゴールに変えまして見事3点獲得し、その差を詰める形に成功しています。
後半の間にいろんな方々からメッセージありましたが、読み上げる機会逃しまして遅く大変申し訳ございませんでした。小島様、高知大学頑張れ、滋賀県から応援しています。同じく田口西洋様、そうですね、滋賀県から応援されているところですね。高知大学の後半の追い上げに期待しています。当時様、山口大学総部以来の初の3連覇目指して頑張れ。終わり様、北海道からのメッセージありがとうございます。さあ山口大リターンに入った。これは高知大学勢いあるカバーを見せまして、自陣30ヤード付近に、山口大学30ヤード付近に留めております。ここは高知大学、まさに先ほどのシリーズで息を吹き返した感があります。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。第2クォーター入りましてから徐々にその試合のペース取り戻しつつありました高知大。後半このキックオフリターンで一気に目が覚めるかのような素晴らしい躍進を見せました。タッチダウンには至りませんでしたが、反撃となるフィールドゴールを上げる形に成功しまして、その差ワンタッチダウン差に変えております。さあしかし攻撃権は山口大学に変わっております。山口大学自陣29ヤードからの攻撃、ファーストダウン10。これは大きなトラブル発生、スナップが乱れました。クォーターバックの大きく上空を舞うような形になりまして、クォーターバックなんとか後方追いつきましてカバーしましたが、大きくロスしましてのセカンドダウンに変わります。さあ山口大学自陣3ヤードに下がっておりますが、セカンドダウン継続です。攻撃権更新必要距離およそ30ヤード近いというところで表現させていただきます。ここはアイフォーメーションに変えましてのダイブプレーを展開しました。フルバックが密集点に突入しまして約7ヤードから8ヤードゲインに変えております。しかし下がりました地点が大きいために、サードダウンロングの状況になっています。どうやらセンターのスナップのミスを避けるためにダイレクトエクスチェンジ、直接手渡しするフォーメーションに変えた模様です。そのアイフォーメーションでテイルバック10番にボールを持たせまして、左オフタックルへのランプレーを投入しました。これにより約7ヤードゲインとなっておりますが、しかしフォースダウンに変わります。失礼しました、キャリアは11番でした。11番の木山がキャリアでした。山口大学フォースダウンロングでパントフォーメーションになります。さあセンターはこのスナップのコントロールを微調整成功できているでしょうか。このパントはしかし大きなリターン、返しにはならず、自陣に出せず、山口大学陣26ヤード付近での攻守交代となります。従いまして高知大学は相手陣26ヤードからの攻撃という形になります。
高専の西尾さんメッセージありがとうございます。小林さんはスナップ一つとっても緊張がするなというメッセージ、まさにその通りですね。一見簡単そうに見えますが、すぐに相手選手が接触するセンターのスナップは非常にプレッシャーがあります。しかしこれがうまくいかないと、そもそもプレーそのものが成立しません。その意味でもこのスナップは非常に重要です。さあ高知大学相手陣26ヤードからファーストダウン10。さあしかし山口大はディフェンスで見せます。クォーターバックのプレーをプレッシャーかけまして QB スカンブに追い込み、それを最終的にディフェンス仕留めまして、結果的に1ヤードロスに変えております。攻撃陣の不意はディフェンスが取り返さんと現在奮闘しているといったところでしょう。高専の西尾さんのメッセージありがとうございます。大阪から応援しています。高知大学アメリカンフットボール部員の友達ということですね。不在の4回生と主張たちの分も頑張ってくださいと、若手主体の高知大学に期待、やったらんかいというメッセージありがとうございます。さあその答え期待に答えんと中央のランプレーを敢行しました。密集点に自らランニングバック体を飛び込ませ約4ヤードのゲインと変えています。果敢なランを展開したのは高知大学6番の酒井でした。島原高校出身の2回生です。さあサーダウンセブンの状況を突破なるでしょうか。山口大防げるでしょうか。ボールオンは相手陣22ヤードからのサーダウンセブン。インターセプト、ターンオーバー。ここで高知大はパスによってこの距離突破を図りました。しかしそれを取ったのは山口大学。インターセプトによって攻守交代となります。攻撃権はターンオーバー、山口大学に変わります。山口大学非常に厳しい状況、しかしディフェンス陣奮闘しまして攻撃権取り返した。そしてすぐにフォーメーション組んだ。いきなりプレーを始めた。ここでホイッスルが鳴っています。イエローフラッグが投じられました。反則という形に判定されております。さあ果たしてどちらの反則と判定されたでしょう。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切ったという反則になりました。オフェンスのチームは揃ってスタートしなければいけません。先ほど相手より先にしてスタートせんとクイックハドルを組んでいきなりスタートしようとしましたがタイミング乱れました。フライングした選手が発生したため5ヤード抜体となりファーストダウンやり直しとなります。アメリカンフットボールのプレーの選択はオフェンス側にあります。従いましてこれを使ってのプレーを敢行しようとしましたがこれがあだとなりました。そしてそこに高知大が襲いかかる。ここでランプレーによってまず初手を展開しようとした山口大ですがそこに高知大学ディフェンスライン陣佐藤、このランプレーを阻止しましてセカンドダウンに変わります。ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクに入ります。時計の進みを誤っておりましたが現在第3クォーター残り6分と変わっております。ここでウォーターブレイクに入ります。さあ後半入りまして、機運が大きく動くような気配を感じさせるその、出だしとなっております。山口大学は後半も前半同様に勢いに乗って攻めるかと思いましたが、大きなミスが続いておりましてこれの修復整っていないか現時点非常に厳しい状況にあります。高知大学ここで、そのチャンスを生かしましてフィードゴールを1本返しました。さらに攻め立てております。現在は主戦に、現在非常に厳しい山口大、しかしそれをなんとか突破せんと現在攻撃権を得た状況で、ウォーターブレイクに入っております。さあこれより、ウォーターブレイク解けまして後半戦が再度スタートする形になっております。山口大学ボールオン自陣6ヤードからの攻撃、セカンドダウン14の状況で再開します。
クォーターバックが通したパス、中央切り込んだ88番がキャッチ。そのまま一気にディフェンスを振り切った独走、一気にエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。ワイドレシーバー88番小山の素晴らしいタッチダウンパスキャッチによりまして6点追加となっております。そして山口大学トライ4ポイントに入ります。見事キック決まりまして1点追加、山口大学17点、高知大学3点とスコアは変わっております。素晴らしいタッチダウンパスでした。まさに厳しい状況、あえてここでショットガンフォーメーションを使いました。不安があるスナップ見事決まりまして、ここでワイドレシーバー88番にパスがヒット。そのまま88番一気にスピードに乗ってエンドゾーンを落とし入れまして、タッチダウンを上げリードを広げる形に成功しております。清様ナイスパスナイスキャッチのメッセージありがとうございます。まさにその言葉の通りの素晴らしいワンプレーでした。タックルいったね。さあ山口大学のキックオフで試合再開となります。このキックは外へ出まして反則と判定されます。キックオフのボールはサイドラインを割ってはいけません。この場合リターンチームはその出た位置から5ヤード前進しての攻撃か、5ヤード下げての蹴り直しか、30ヤードペナルティとしまして自陣35ヤードからの攻撃のいずれかを選択できます。ここは高知大学自陣35ヤードからの攻撃を選択いたしました。この位置から高知大学反撃に入ります。岡本和真さんのメッセージありがとうございます。滋賀県から応援しています。高知大学頑張ってください。まだまだいける。楽しく元気に高知大学らし、らしく やりきってくれ。高知大 大学最高のメッセージがいただけております。ありがとうございます。さあその言葉になりまして、まさにアメリカンフットボールを満喫する素晴らしい攻撃を展開できるか。高知大学ボールオン自陣35ヤードからの攻撃。さあスピードに乗って左オープンをつきました。まず相手を揺さぶりかけんと左オープンに展開しまして約2ヤードのゲインとしています。キャリアは6番のプレイヤーでした酒井です。島原高校出身の2回生です。本日の地上戦を大きくになっているのが酒井の模様です。高知大学セカンドダウン8。ここで高知大学はパスを展開しようとしました。しかしここに高知大学ディフェンス陣が殺到、最終的に56番が仕留めまして QB サック、大きく交代させるになりました。見事 QB サック仕留めましたのは56番の山下でした。光高校出身1回生さあ高知大学サーダウン16に状況変わっております。下がりましたが突破なるでしょうか。判定どうか。インターセプトターンオーバー。ここで甲子園パスによって突破を図りました。しかしその競り合いましたパスを取ったのは山口大学88番。先ほど見事インターセプトを決めた88番がここでも決めまして攻撃をダッシュ、攻守交代しまして山口大学に攻撃権移ります。攻守ともに空中戦見事に制しております山口大学88番の小山です。工業高校出身。山口大学自陣44ヤードからのファーストアンテン。さ
さあランプレーから入りました。キャリア10番にボールを持たせまして密集点に突入させています。これに10番期待に応えまして約4ヤードゲインとしています。山口大学セカンドダウン6に状況変わります。山口大学セカンドダウン6、パス不成功。クォーターバック14番、外にいるレシーバーのヒッチをフェイクにしまして中央切り込んだ44番にパスを投じましたが、しかしこのパスわずかにショートしパス不成功と変わっています。ダウン変わりましてスターダウンに変わります。高知大学、失礼しました、山口大学サーダウン6、この判定どうか。ワイドレシーバー44番ヒッチパスをキャッチアンドランし、そのまま相手ディフェンスを弾き飛ばすように攻撃権更新を図りましたが、しかしわずか1ヤード超えれませんでフォースダウンに変わります。さあ山口大学フォースダウン残り1ヤード、プレーはどのように行使するか。フォーメーションを変えました。パントフォーメーションを選択します。まずは陣地挽回を図ります。このパントは高知大フェアキャッチしましてリターンを放棄しました。結果的にキャッチした時点でプレー終了となり、高知大学自陣20ヤード間に攻撃変わります。さあ高知大学は自陣20ヤード間の攻撃に入ります。高専の西尾様、高知大学攻めのオフェンスいいぞ、切り替えてディフェンスでやったりというメッセージ、そのディフェンス見事なプレーを見せまして攻撃権を取り返しております。さあ攻撃に入る高知大学、まずパスから入った、左に展開した4番にパス、そこがキャッチアンドランし約5ヤードのゲインに変えております。まず最初のパスを見事にキャッチしましたのは高知大学4番の成田で、原田でした。岡山総山高校出身2回生です。高知大学セカンドダウン5、さあ今度は中央へのランプレー、裏をつくように中央へのランプレーを展開しました。キャリア6番に託しました中央のランによりまして約2ヤードから3ヤードの2ヤードのゲインと変えております。さあサーダウン3の状況、こうしたここの3回目の攻撃はどのようなプレーを行使するか。さあ中央へのランプレー、パワープレープレーによる突破を図りました。しかしこれは山口大学が阻止、フォースダウンに変えます。これは山口大学ディフェンス陣が踏ん張りました。立ちはだかりましたのは59番の小山、古川、そして71番のキャプテン砂原のようです。古川は京都共栄学院出身の1回生、71番砂原は、八幡高校出身3回生です。高知大学パントを選択します。
これはナイスパントです。相手がリターンできない低い弾道を蹴り込み、さらに転がる形でさらに奥へ突き進む形になりました。結果的にそのボールは山口大学陣の4ヤード付近でとどまり、この位置での攻守交代となります。高知大学得点は至りませんでしたが、しかし陣地を大きく挽回するに至っております。さあ山口大学自陣4ヤードからですが、攻撃取り返しまして、ここからのファーストダウン点に入ります。さあまずパスプレーから入りました。外に展開していましたレシーバーにヒッチパス、そこから42番キャッチアンドランしまして、約4ヤードから失礼しました6ヤードから7ヤードのゲインを果たしております。最初のキャッチアンドラン、非常に厳しい位置、見事決めましたのは山口大学42番の野口でした。観音寺第一高校出身の2回生です。ここで第3クォーター終了となりました。第3クォーター終わりまして、山口大学ギャンブラーズ17点、高知大学マリコーズ3点、攻守双方方向を入れ替えまして、これより最終クォーター第4クォーターに移ります。